名前通りしっかり這い上がっていくっていうか、そういう意味が込められてるんですけど、まあ、そこの位置に慣れないっていうのはずっとみんなで言ってて、やっぱりメンバーになりたいのは当然ですし、チームに対してプレッシャーかけて自分を表現するっていうことが毎日毎日の勝負なんで、まあ、そこに対してしっかり練習の時からプレッシャーかけたりとか、まずは自分たちのために、自分自身のためにやるのは当たり前ですけど、チームのためにどれだけ、行動できるかっていうのがライザーズの一番の、仕事だと思いますし、まあ、それが、まあ、メンバーの仕事とライザーズの仕事が合わさって一つのチームになって勝利があると思います。必ず試合に出るんで待っててください。ナイスナイスナイス。
チームが乗ってくれ乗ってよでかいチームファッシュドイスこれやばいもう一つ入ったじゃないこれ残念チームとしてはポジティブに、まあ、の下向いてても次のゲームはまたやってくるんで、あの次クロスボーダー待ってますし、チームとしていい準備していきたいと思います。横浜最終戦ということで、まあ、皆さんに勝利の試合をお届けしたかったんですけど、まあ、自分たちの力不足で叶わなかったので、また、会場に来ていただく際には必ず勝利する試合を届けたいと思いますので、今後ともイーグルスよろしくお願いします。 Thanks to everyone that turned out today. It was a great crowd. We really felt your supportWe're working really hard at the moment, so keep supporting us. We will keep showing up for you. And we're sorry we didn't quite get the result today, but we're working very hard and we're looking forward to the next opportunity to make you proud. So thank you very much. ありがとうございます。